の真空管と同じつ、けど、どこか違うような。うっつ、さすがのイオナッサルも、見ただけじゃわからないかな。じらさないで、早く教えてよ。うっつ、それじゃあ早速教えよう。一般的に使われている真空管にも、種類や規格の違いはあるよね。けど、この真空管には互換性があるから、その違いを気にせずに使うことができるんだ。えつ、外を。へえ、君もわかってるみたいだね。イオナッサルはどう思う？私も、すごく便利だと思うよ。正直、規格が違うだけで性能はどれも同じ真空管が多くて、時々面倒くさくなっちゃう時があるの。うん、本当にあれは面倒くさくて耐えられない。時々、もう面倒くさいからどれも同じ真空管で代用できるように、機械自体を改造してやろうと思うこともあるくらいだ。その気持ち、よくわかるよ。そんな面くささを取り払えるのが、この新生中間なんだ。これがあれば、規格違いだから使えない、なんて悩みとはおさらばできるよ。大発明だ、サーリちゃん。それじゃ、早速大量生産を。それは、ちょっと難しいな。えつ、どうして？互換性を持たせるための構造というのは、意外に作るのが難しくてね。これ一つにしても、普通の真空管に比べて、作成時間もコストも、10倍以上かかるんだ。そんなにかかるの？それに、一つの機械を作るために、真空管がいくつ使われるかわかる。パーツ一つ一つにも使われていることから、だいたい数百、下手をしたら、数千個くらい必要になる可能性もあるね。世の中、楽をして近道なんかできない。ってことだね。いいアイデアだとは思ったんだが、コストと時間は機械作りをする者にとっては常につきもののようだ。